鹿児島市が鹿児島本港区エリアで検討を進めているサッカースタジアムの整備をめぐり、鹿児島市の下鶴市長が今月26日に鹿児島市郡区選出の県議会議員に説明会を開くことが分かりました。報道陣に市長が県議に直接説明することの意図を問われた下鶴市長ですが、今日は取材に応じることはありませんでした。鹿児島市によりますと、説明会の案内は下鶴市長の名義で鹿児島市郡区選出の県議会議員17人に送られ、サッカースタジアム整備や子ども医療費助成制度、土地区画整理事業の主に3つの政策を説明するとしています。下鶴市長が県議に対して説明会を開くのは初めてだということです。鹿児島市はドルフィンポート跡地と住吉町15番街区を含む鹿児島港本港区エリアでサッカースタジアムの整備を検討していますが、そのうちドルフィンポート跡地では県が新たな総合体育館の整備を進めていて、緑地帯を保全する方向性が県と市とで異なっています。これまでに塩田知事、下鶴市長ともにドルフィンポート跡地にサッカースタジアムを整備することは厳しい状況との考えを示しています。鹿児島市の担当者は説明会の目的について、県と市の間で連携が必要な政策について理解をもらうためとしていますが、市議からは市長の動向を疑問視する声も聞かれました。市の首長さんが向こうの県議さんと情報交換なり報告をする意図というのがまず疑問なのと、まず我々にしっかりと説明するべきであるし、もう少し説明責任を果たしているような思っていらっしゃるのであれば、それはちょっと我々にしては、感覚が違っているなと。異例とも見られる県議に向けた説明会の意図を問われた下鶴市長は、はい、少しご配慮いただけませんか。今日報道陣の取材に応じることはありませんでした。元県議の下鶴市長から説明を受けることについて、鹿児島市郡区選出の県議は鹿児島市の考え方を聞いてみたいと歓迎しています。もともと県議会議員でもございましたので、そういった意味でこれをきっかけに連携を図っていくといった意味で、率直に現状のについての説明をされたいということだろうというふうに受け止めております。文書でパッと聞いてびっくりしているところなんですけども、何か説明したいことがあるのでしたら、その説明内容をまずは聞いてみたいと思っているところです。また塩田知事は今後も市と連携を図り、継続的に協議していく考えを示しています。県の執行部より先に何か県議にとかいうことではないというふうに聞いております。今までの、これまでの市の取り組みとか、そういうことを話すというだけの話、引き続き検討しているというのを、県としてはですね、注視していきたいというふうに思っております。サッカースタジアムの整備地が未だ定まらない中、市長がこのタイミングで県議に何を直接説明したいのか、市長の真意と合わせて現在膠着状態にあるサッカースタジアム計画の行方が注目されます。